おお。いいボあ、タンすまい。ぎる。絶対いいボすごいタンやな。ね。詰まっちゃバっイたタルじゃん。ね。まあ、しょうがない。あ、落ちるな、これ。あ、いった。え、また？またなの？おう、はい、ナイスキッチンタワキエンジンタワキえ、エンジン俺もう湧いてる。嘘だよ。はい。本当だよ。最高最高。嘘だよ。え、めっちゃ自信ある。めっちゃ自信あるよ。僕は一人分けだった。いや、俺も一人分けよ。てか。最高じゃん。ラグかったよね。ラグかったよね、今日ね、スタート。ラグかった。スタートはめちゃめちゃラグかった。おお、ナイス。もう死んでない。あんまり死んでねえ。え？金太郎が診察室の机の上でエロ本読んでましたけど大丈夫です。おいおいおい、やめてくれよ。もう審査まったら。金太郎くん。やめよう。なんか嬉しそうな。むしろ嬉しそうよ。やめときなぐらいの感じじゃない。なんかピング高くないですか？え、今は大丈夫。ほらほらほら、やってんのかお前。やばいやばいやばい。お前だけがピングだけの。いや、うるさいな。またかよ。うわ、ナイス。ナイス。マジか。白。左に予定ないんで、左に行く予定ないんで、ちょっとミーティング待機しました。オラフ君、はい、許しないと。このターン左に行った人って誰かいる？あ、僕キッチン脇でした。あ、キッチンでは湧いてる。俺もでもすぐ右っていうか上行ってメイン行ってる。あ、ほほほほ、すぐではないですよね。俺、はい、うん、すぐだよ。あ、そうなんだ。エレキから来ませんでした、ハイブルさん。あ、からそうそうそう、ね、キッチン、エンジン、え、キッチン武器庫、エンジン、メイン、エレキ、メインです。あ、そういうことか。そうそうそう、だから速攻です。右に人がいると思うんだよ。いそうですよね。いると思うんだ。絶対います。いる、ほんとほんとほんと。だから左白いのかなと思っちゃったけど。じゃあ、あるブリシンは隠し部で置いてください。いや、絶対おるで。俺2連続キッチンだからもう何にもなかった。ゲンプテにいそう、一人は。ゲンプテにいそうだなって思っちゃうな。アーカイブで2人でいた。ゲンさんは怪しい。ゲンさんは怪しい。俺も右ですよ。いただけで疑われた。まあいいじゃないですか。めちゃめちゃいたのよ。ゲンさん、さっき実はミーティング2人で上がったんですけど、1個前のターン、うん、停電なり始めぐらいにはしご上がって、うん、なんかゲンさん、聞き返して降りてってくれたんですよ。私が直しますよみたいな感じで。あ、なるほど。殺されたいね。俺を殺しに来たと思うんですよ、ゲンさん、あれ。違うかな。え？え？え？ああ、降りてってこと？疑心暗鬼だの。怪しいんだよな。いやいや、疑いが始まってるね。じゃあ、そういうことにしておきます。誰も死んでないのに。俺はネロちゃんマットゲンさんインポスターってことかな。はい。ボタンが白いからないでしょ。なるほどね。いや、また見つけてしまった。確かにボタン白い。も上がってないんですよ。悲しいな。はい。そうだよね。かわいそうだよね。めっちゃ右いるやん。あら、シャワーのタオル入れのところで死んでます、はい、の下側、はい、バイタルを見ています。6秒前に死にました。おお、シャバ。停電なったぐらいにはキルクル開けてます。シェリフです。お、停電なった時っすか。すみませんでした、
まあでも6秒前に死んだんだよね。に死んだ。白照明が一目できるんですけど、コミュニケーション前の通路をエンジンルーム側とコックピット側だけ今開けたので届かないと思ってほしいぐらいです。6秒前だったら。今停電直したの僕です。貨物で直しました。直前にニャロちゃんに会ってます、停電前に、うんうん、お口挟んでいいですか。慎太郎くんってどこいます？僕ミーティングの右奥にいます。今プテさんってさ、いや診察今さっきはずはなんか離れなかった、バイタル前って、画面前今さっき、いや離れたよ6秒前に。6秒前か。梅健さんが死んだから、じゃあ探しに行くかと思って。 OKOK、 ありがとうございます。プテはメインからエレキに降りた感じかな、うん、そうです。エレキでネロ、高田、オラフ、プテ、ゲン、アルマがいたタイミングがありましたね、うんうん、いたいた、はい、で、うん、その後僕は勝ちだけやってバイタル入って、ちょっと時間経ってから見始めました。キルクル開けてないと思ったんで。で、はいはい、停電入ってから見始めまして、そっからすぐ死んでくれて、うん、俺がエレキからメインに上がって、でその時メインからエレキに降りる工藤丸、ああでそのままシャワーに行って奥の覚え芸の入力やって死体発見なんだけど、6秒ってどんぐらいなんだろう。工藤ってできる？いや俺ね、6秒前くらいシャワー通ってる気がするんですよ。だからなんか変だなっての、まあカンカンの奥だったり見てないからわかんないんですけど。いや違う、シャワーのタオル入れるとこ。あそうなんだ、6秒前いた気がする。6秒前っていうか、あれ俺剣士とはすれ違ってないけど、俺メインなんだけど、最後工藤くんはメインで見た気がすんねんけどな。いや黒丸さん白じゃないですか。6秒で覚え毛入力してシャワータオルまで行けなくないですか。まだそもそも覚え毛が嘘のパターンは全然あるじゃん。あ、まあまあ高田さんが、ね、俺がね、うん、高田さんがすれ違ってたよね。高田さん白だったら黒丸さんまで白だと思うけど。あ、現実さん、オラフに聞きたいことがあって、エレキで私が石油の方に行くのって見ていただいてます？あーごめんなさい、覚えてないです。うわマジか。ありえないよ。だからの構造を入れて5214っていう順番で、じゃないと石油には行けず、私ずっと石油で結構タスクなんで。エレキで誰かに見られてる？降りた後、オラフ君で石油で一人です。私工藤もうちょっと話しましょうよ。あ、これね、工藤がエレキで見られてるなら6秒は無理だと思う。まあ無理そうですよね。工藤さんを見たって言った人は誰なの？俺はオラフ君を見た。あと高田さんエレキで。あと覚えてる。俺見られた人、そうそう見た人ね。俺工藤さんメインで見てるよ。あメインね。エレキでは。うん、俺オラフ君は6番あたりで見てます。俺が勝ち槍に行くときにオラフ君がバイタル方面に抜けるの見てるんで、俺が一応合ってるとは思います。ハイブリさんは最後どこで？ハイブリさんどこで見てる？メインのどこですか？暗室。高田さんに見られない感じですか？剣士は見てない。俺ね、途中ちょっと忘れちゃったけど、シャワーで配線タスクをしているときにみんながすれ違って降りていくのが見えて、誰がいるかが分かんないけどめっちゃ降りていくの見えて、でその後、はい、配線がシャワーでできたから、シャワーから、メインで出てたからメインに戻って暗室やってって感じで順番でやってって、そのどっかで工藤くんは見たけど剣士は見てない。うん、系列どうなるんだそれ。ん、最終位置は暗室なんですか、ハイブリさんって。最終位置暗室って多分そんなに何秒もいないじゃないですか、うん、高田さんとすれ違いそうじゃないですか。うん、そうすれ違いそうだな。そうだから俺剣士がおかしいなって思ってるけど、あ一応覚え芸入力してる間に通るぐらいしかないのか。いや覚え芸入力じゃない、工藤さんとすれ違って工藤さんがエレキに降りたタイミングで高田さんが上に上がってるんだったら、そのタイミングでハイブリさんが暗室に入ったぐらいしかなくて。いやそうなんだよ、工藤を見てるのが変なんだよな。あそうかそうかそうか、うん、2人ともだからなんか2人ともじゃない、これからすると時系列がどっちともちょっと変な感じがするから、うん、どっちかというと剣士の方が怪しんでるけど。停電になったタイミングどこにいたんすか？停電になった時は、除染。あてか俺がやってる場合って俺エレキでプテ回ってるし、そうだわ、オラフ回ってるし、停電の時に女性にいるんだったら、6秒前に亡くなってるんだったらどうなんの？だって
え、どういう感じだ。いや、ハイブさんがずれてる気します。高田さんと絶対すれ違うと思いますよ。停電になった時に乗船だったら高田さんまだいましたよね。いや、そうだ、エレキにいるから、うん、エレキではもう確実に6人ぐらいと一緒になってるから、うん、なんかハイブさんの時系列がちょっとずれてるような気します、うん、か、じゃあバイタルがずれてるかかな。じゃあ俺からすると、あのチキがバイタルにいるのは本当ですよ、まあ、あ、ほんま、うん、うん、いいボタンすぎる、めっちゃいいボタンやな。バイタルじゃなくてコミュ直しました。おー、ナイス、ナイスです。ナイス、うん、マットもないことね。マットないです。マットなし。このボタン白いよな。だって白い、めっちゃ白い、めっちゃ白い。いや、宿舎で分けたから速攻押そうと思って、折れ線が結構おかしいから、なんかどこかどうことかでなんかレア系が発生してそうな感じがするので、割とちゃんと精査してほしい。俺からすると、ごめんね、うん、多分メイン脇やったと思う。メイン脇で、シャワーのタスクをやって、でその後配線、ゴミ箱、配線で、配線が、メインに出ちゃったんで、もうそのまま除染の方に行って、で、最後、暗室って感じで、前のターンに暗室終わってたから、暗室パッてやって、そこが最終レポートです。え、どこで見たの、ハイブレさんって。俺もハイブレさん見た記憶はないっすけど、結構忘れかもしれないけど。見間違いかな。停電中かなんかで見た気がしたんやけど、すれ違ったような気がしたんやけど、メインで停電中覚えてないな。ワンチャンあるとしたら、工藤さんが例えばメインからシャワーに入って、実は入っていて、ハイブリさんがそれを見ててみたいな食い違いあるかもしれない、ね、かな。だから工藤ハイブリどっちかはなんかすれ違ってる気がしますけど、うん、俺どっちかって言ったら、なんか話の内容的に剣士と会わへんことに違和感を持ったから、剣士の方怪しんでたんやけど、1個それに関していいですか。そのバイタル情報に関してプテさんにすごい聞きたいんですけど、プテさんってバイタル見てすぐ離れました？バイタル見て3秒4秒ぐらい経って後に梅健さんが死んだので、停電中でした。その時はまだその時に離れて、で最後石油入ったぐらいのところまで歩けてます。それが6秒。石油入ったところまで歩けてる。その時エレキと診察官の扉で俺とすれ違ったの覚えてます、うん、はい、あ、覚えてないけど誰かとすれ違ったの覚えてるんで、それは工藤さんなんだ。で俺バイタル見てすぐボタン鳴ったんですよ。6秒あったかなと思っちゃって、あ、まあいっか、俺の勘違いなのかな。プテがバイタルにいたっていう証明をした人って誰だっけ。あ、僕です、僕です。アルマ、工藤さんが僕がエレキで、うんうん、エレキでみんなと会った後に、レバータスクをやっていて、でその後バイタルで停電を、あ、ごめんなさい、バイタルでダウンロードしに行った時にバイタル前にいるプテアスさんを置いてって、うん、ダウンロードを始めてるって感じです。ちなみに今回、ね、コミュサボって他行った人いる？工藤さんが僕が直したのを見てます。はい、見てます。私も触ってはいましたが、まあ、うん、多分プテさんの方が早かったと思うぐらいの印象です。プテさんだと思う。工藤さんに白が打てちゃう。僕すれ違ったの誰か分かんなかったけど、そうだよね。そうなるのは無理だと思うよ。プテ視点でも工藤さんに白は打てるよね、うん、打てちゃう打てちゃう。そうだよね、ノラックと会ったやったら無理だと思いますよ。無理だと思う。エレキで会ってるんだったら6秒は無理だと思う。取れた、うん。うん、白稼ぎはしたけれどもですよね。こっからどうするか。あら最後から3秒前ぐらいにヌーン乗った人って誰ですか。あ、俺アメン屋さんか。停電を直しに行こうとしたんだけど直ったので、そのままヌーン乗って左に着いたぐらいでボタンだね。左、うん、あ、はいはいはい、昇降機左に着いたぐらいでボタンだよ。あ、右から左に乗ってたのか、うん、
あ、そうそうそう。停電中にミーティングに登ろうとしたときに、ぬ、あ、ぬの音がしたから左から右に行ってんのかと思った。停電中？停電中くらい。停電後だよ。え、停電中くらいにパタパタ鳴ってませんでした？いや、停電後だと思います。停電後だっけ？あ、まあどっちじゃなくて、ミーティングに登ろうとしたときにパタパタ乗ってた印象です。おお。まあ、ハイブリは浮いてるんですが、オラフ君ってどっかで見た？ハイブリ貨物です。アーカイブは聞いて、オラフ君いませんでしたっけ ?3 人ぐらいいたけど。アルシン、オラ？アーカイブは聞いて、オラフ君いたっけ？なんかでかい。違う、アルシン、メイ、アルシン、メイじゃなかったっけ。アルシン、メイか。あ、俺もいたっけか。うん、え、あ、僕はいるよ。アプテさんもいる？じゃあ、アーカイブは聞いて。アルシン、覚えてない。アルシン、メイはアーカイブからシャワーに行ってる。プテメアルマ。そうだね。うん。うん、アルシン名はアーカイブ脇でシャワーに行ってるな。アーカイブ脇にシャワーに行ってるのは僕ですよ。え、シンタロと勘違いしてないそれ。あれ、アルプテ名か。ちょっとスキン変えてください。アルプテアル人外だと思うよ、俺は。いや、プテは、俺プテアルよりもアルシンの方が。僕は駆動ハイブリが人外だと思ってます。バラバラ。駆動ハイブリ？駆動ハイブリ？駆動さんはね、視界があまりにも広いと思う。一方的な視認がありすぎるし、僕はバイタルとすれ違ったのは見えてなかったんだけど、駆動さんやたら見えてる印象だったから。駆動ハイブリ疑われたら余計アルシンかな。なんか、アルシン、俺アルシンだと思いますよ。アルシン、アルプテ、アルプテ。いや、俺アルシンだと思う。アグマ君が軸になる感じ、ちょっと俺は見えてないけど。今回って結局、オラフ君の視認ってないんですか？いや。ないね。え、アルマ最終には湧いてない。あ、ミーティングに登ったところ、ミーティング登ってちょっと行ったところぐらいです。ん？どうやって行ったの？どっから来たのそれ？え、だからアーカイブ脇でこうぐるーってアーカイブシャワーメインエンジン宿舎前食呼吸左ミーティングです。メインまでは確認してる。まあいろいろタスクはやってました。ちなみにタスク終わると思います。僕ダウンロードアップロードで終わりです。まあタスクは俺も終わり、うん、終わるとは思うけど、別に興味の時の、うん、次一考えておいた方がいいと思ってて。アルマ君か。まあでも心象的にはプテ君かなと思うけど、俺全然大丈夫です。え、僕はどの容疑で釣られるんですか。いや、ソテキル君っていうのがすげえ違和感。プテは白いと思うけどな。ソテキルが無理ですよ。いや、バイタルがなって感じなんだよな。でもそうするとアルマまで人外になっちゃう。現行犯ハイブリさんです。コミュニケーションの中に死体があってハイブリさんが出ていくところを見ました。来たところは見てないが出て行ってました。逆です。セキュリティからキッチン武器庫コミュニケーション入った時に、プテ君が切ってるところをハイブリから、見えてます。切れてるところっていうか、死体とプテ君がいるところが見えてます。これコメサモ中だから、あ、ローラで全然 OK。 その場合って僕は初手切るハイブリさんだと思ってて、なんで僕とアルマにヘイトが向いてたのか知りたい。いや、そうなんだよ。でアルプテってエレキでも見られてるから、俺視点だとバイタル情報に違和感があるのと、今回工藤くんがセキュリティにいるので置いていってる。その前に剣士とかもセキュリティの方面で俺がいることは見てくれてると思ってて、コミサボになったので直しに行ったって感じです。ハイブリさんってボタンくらいしか白要素がないと思ってて。ああ、なるほどね。あ、確かに位置的には浮いてたりとかも多いから、そうで、それは認める。アルプテってエレキにも見られてて、メインに上がってるところ誰にも見られてないからこそ、どっちにしろこの2人どっちもキルはできないと思ってほしい。バイタル情報が怪しいっていうことはプテ強靭ないじゃないですか。コミサボを直したのはプテさんだと思います、うん、だから高田さんを疑ってるってことですか、ハイブリさんは。いや、どっちかって言ったら、工藤君も疑っている。工藤君の方が疑い位置があったので、プテ君マットの工藤君、インポスターかなと思ってる。エレキでオラフ君と会っていたので、オラフ君って僕目線で無理なんですよ、キルクール的に、うんうん、なのでそれすれ違っているのであれば無理かなと思っていたんですが、あ、オラフ君まあまあ、いや、うん、あ、ごめんね、一ターン前のキルはプテってできないと思うんだよ、とりあえず。でも1個前はね、1個前も全部できなくないですか。だからそのあれが分かんないから、そのバイタルのターンに関しては分からんから、
あでもバイタロン無理か。あバイタロンさんも僕エレキで5人ぐらいに見られてるから。そう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 、エレキにいたアルプテが誰も見られずにメイン上がってシャワー行くのって不可能じゃないですか。少なくとも工藤さんとすれ違うと思う。うんうん、なんか今回だと俺の方が釣られそうなので、ただまあ、議論その総称的には俺の方が辛いそうやけど、うん、今回の件に関してはプテ君しか俺じゃないのでローラーまでしてくれたらっていう感じで、まあ、コミサボ中だから絶対ローラーは、うん、ローラーでタスクでいいんじゃないですか。そうそう、ローラー完遂タスクで全員視点いけると思うけど、はい、おー直しに行きます。確かにこのターンしかキルできるターンないな。一旦前しか見れなかったと思うので、手さんに2票入れたの誰だ。ゲンクドプテ左で見てるから一旦前。これは、うん、アルマくんですか、相方は。あ、違うのかな、違うのかな。いや、なんかアルマの証言もか俺と食い違ってる気がするから、うん、ジェラシーだね。マットくんマットかなと思っちゃった。そうなんだ。アルマ慎太郎のラインを感じてしまったんだよな。アルマ慎太郎あ神様直しました。ナイス。まあ、うん、工藤さんって、はい、今何してました今のターン。今展望のアップロード残ってたんで、誰かがキッチンで一緒に沸いて古民向かったの見たんで、 あ、じゃあアップロードやっちゃおうと思って。ああ、そういうことか。はい、3連チャンぐらい、2連チャンできてなかったんでアップロード直した実績ないですよね、停電か古民。あ、ないっすね。コミをプテさんとゲンさんと一緒に触ったんだけど、まあまあ、触っただけで証明ができない。そう、工藤さんね、もしマットだったら僕直したんだけど自分が直した主張してくるかなとも思ったから、もしかしたら村かもね。直せてないから言ってないだけですね。村かもね、もしかして。オッケーです。まあちょっとそこだけ今気になっただけなんで。あ、ちなみに自投票してます。タスク終わると思うから、まあ実利でも全然いいよ。で、でも終わる、結局1分半あるから絶対終わるんだよな、タスク。終わる。うん。うん、メアさんが切られたターン、停電直したのは多分慎太郎さんなんですよ、証拠右で。あ、そうですね、証拠右で直してます。あ、そう。うん。で、ね、そのターンって、梅剣が死んだんだっけ？あれ、誰が死んだんだっけ？メアさん。メアさん。あ、ごめん、メアか。あ、いや、その一ターン前かな。一ターン前、左で見てた日、俺、全員キル関われないと思って。あ、違う、オラフ君だ。ボタン押した。オラフ君が死んだターンは高田さんボタン押したターンだっけな。そうそう、プテゲン駆動を左で見てて、オラフ君、うん、俺キッチン脇でオラフ君を左で死人がないのよ。そのまま俺、コクピットのタスク終わってから直通でボタン押しに行ってって、あってないか、まあ、停電中にすれ違ってる場合あったかもしんないけど、でプテゲン駆動全部武器庫ら辺で見てるから、うん、うん、キルできないと思うんだよオラフ君のターンは。わかりましたって感じです。だからほぼ右側かなと思いながらって感じで、はい、か、まあ俺かって感じ。ミーティングあたりで右だった場合、停電直した後に慎太郎さんが弁当入ってメインで切るとかできると思いますが、限りなくきついかなとは僕目線では思いました。高田さん多分ここまでおっしゃってないんで見えてなかったと思うんですけど、私最後高田さんの右ぐらいにいて、あのパスの入力終わって右行ってますが、奥にはお肉とかないっす。あ、ゲンさん俺追い抜いてたの。あ、そうです、そうです。あ、そうなんだ。どこで抜かれた。あ、俺がコクピット行ってる間にゲンさんが抜けてた。じゃあないかな。私は武器庫の上中タスクしまった後、一個もタスクせずにミーティングまで行ってるんで。ああ、じゃあ俺がコクピット行ってる間に先に行ってたんだ。なるほど。まあ。頑張ってくれー。いけると思うけど。あれ固まったな。んえん、あれ、だい、あれ、なんだこれ。あれ、あれ、不動産が、パソコンが固まってんじゃないこれ。あ、見出された。見出した。あ、された。落ちてはない、セーフ。大丈夫そうですね。うん。ちょっと重たかったもんね、スタートが。うん、重かった。結構重いっすよね。もう一人誰だ、僕もサイキ行きたい。もう一人は、慎太郎さんかな。慎太郎か。いや、違いますよ。何？え、高田さんじゃないの？え、アルマじゃないの？ちなみに僕はミーティングで死んでます。アルマじゃないの？アルマ。高田さんやんじゃん。この人全然違います。高田さんが今リアクターをほら眺めてるよ。リアクターを仙人です。はい、エンジンルームで現行犯でアルマさんが慎太郎さん切ってました。ああ、そういう主張だったらゲンさんです。まあレポートしちゃったんですけど、私もタスク終わってるんで、あと幽霊か
の？あ、僕が1個残ってます。ミーティングオーク。うんうん。どっちでもいいです。まあ、アルマさんすれば終わるとは思いますが。結局、ブリプテをどっちで、どっちを白く見てくれるかだと思ってます。プテさんの方が白く見てくれると思うんだったら、僕、よりゲンさんを釣ってほしい。です。うん、でもタスクが安牌かな。もう僕はもう2ターンくらい前に終わってるからタスク。え？ヨロちゃんは終わってます、終わってますね、みんな。いや、俺は終わってないです、まだ。30秒ちょっと微妙なラインなんで、釣らないとやばいかなと思ってます。あ、マジか。だったら、まあ、さっき言った通りです。プテブリどっちを黒く見てくれるか。俺的にはプテはの方が白いと思ってたんで、まあ、プテある初日はだから、プテさん白い方に僕が照明を出したと思ってほしいです。あからさん今どう考えてるんですか。アルマインポスターかなって思ってるけど、なんでアルマっぽく見えます。アルプテ、ハイブリさん、オラフ君死んだターンのハイブリさんってどこいたんだっけ。ハイブリさんだから貨物、オラフ君切れる人ってハイブリさんって切れるのか。この日も多分ハイブリさん浮き位だったと思います。あ、貨物にいたって主張でした、ね、オラフ君死んだターンは僕ミーティングに上がれてます。あのヌーンの音を聞いてるって言ってたやつ、うん、だから左にいると思ってほしいです。強靭地が分かんないんですよ結局。そう、なんかアルマさんの味方いませんもんね。そうで、プテが強靭否定入ってるので、あるとしたらもうローローしかないんですよね、プテとアルマって。でもその前にエレキで死人が、いや俺ゲンさんかなと思います。あ、じゃあスキップでもいいと思うけど、あの1スキップでもいいですか。スキップした、わかりました。はい、私するぐらいだったらスキップ。 それだとスキップだと多分確実じゃない。わかりました。1パート終わるでしょ、タスク最後ネロちゃんターンが適当にぶっ放して。適当に適当にです。タスクやるのもありだし。おお、びっくりした。釣り進行なのかと思った。ゲンさんって本当にインポスターなんだ。ですです。あ、そうなんだ。マットってアルマくんなの。高田さんぽいけどね、アルマ人外だと思っちゃうけどな。うん、いやすごいなこれ。ゲンさん、俺アルマ釣っちゃってたな。俺進行だったら釣りしなきゃ無理だって言うんだったら、おメインで UFO が暴れとるわ。じゃあアルマが待っとってことか。メインで UFO が暴れとんな。暴れとんな。頑張れってめっちゃ応援してくれてんやろな。はい、サイズ的に。まあ、タスク、あれこれ工藤さんが奥のタスクで終われない。あ、ネロちゃんまであるって言ってた。おー、ゲンさんとネロちゃんが。うわ、このボタンは。やばい。おおおお。なんか乗っちゃった。なんかいいのか分かんないけど押しました。渡せばよかった。めちゃめちゃいいボタンじゃないですか。ここにいいボタン、30秒は経ってると思うから。やっぱ残り1ローだと思うな。強靭いないと思うわ。ネロちゃんに渡せばよかった。どっちみちボタンが入ってたから。そうっすね、脇次第なんですけど、僕配線なんですよ。ミーティング配線の後にもう一個あるんで、やばかったら暴れます。これタスク勝ちですかね。いやどうだろう。ミーティング、運ゲーだったらね、貨物脇からのミーティング配線終わって貨物とかなったら、おやばい。マジどこに脇かだなこれ。さあネロちゃん、ネロちゃんでも、あ、ミーティングにいるわ、ね、ミーティングから、こっからどこに湧いたか。さあ、まあでもいけそうじゃない。ヌーンは取られている。エンジンか、キッチンだ、キッチンだ。さあ、宿舎で切って、スキップします。でも終わっちゃうかな。あと、一箇所なんで大丈夫ですよ。え、黒丸さんがマット？いや、違いますよ。てか、ゲンさんが多分、宝さん殺したはずなんで、二人で今、諸国左いたから。え？でも、スキップ入れますって。もう一人、人外がいるってことじゃないですか。
俺はゲンさんに入れるけど、これは。え、ネロちゃんどこ入れました？スキップ入れちゃった。もうでもどっちにしろタスクでも終わるから。あ、まあまあ、まあ、絶対に終わります。すいません遅くなって。さあ、今の表が、今のレポートちょっとあれだね。なるほど、もったいない感あるね。ネロちゃんどうだ、あれどうやってたらよかったんですか。今の俺的には高田さんレポートせずアルマがヌーン乗って戻ってきて、はいはいはい、あの工藤さん、工藤さんね、ネロちゃんにキルされないようにしてが一番良かったのかなって思うけど、あ、そしたらリアクターの勝ち筋もキルクールの勝ち筋もあるから、変貌か、ジジイだ。惜しい、ナイスファイト、ナイスファイト。あれもさ、めっちゃ惜しい。ネロちゃんがいい判断だったね。いや、あ、クエンさんイビルだったの。あ、そうです。クドスのボタンがエグかったな。ヤマヒ1キル入っていればって感じでしたね。そうっすね、意外に時間ありましたね、ちょっと、うん、ちょっと自分ピング高いんで再起きます。はーい、はーい。惜しい、いい試合だ。エロちゃんも惜しかったな。進行が、進行が、あ、やばい、ようアルマつらんかったな。クド再起動してきます。はい、確かに。いやー、ずっと惜しかったねえ。ちょっと俺あの視界に弱せ、よくないですか、あの視界に弱せ。いや、あれめちゃくちゃ黒かったよ俺して。あの視界に弱せ、我ながらインポスターっぽいな。停電中にとか言って、いや停電明けたからヌー乗ってるから絶対それはないわと思ってさ、めちゃくちゃ二人外だと思ったのに。なるほどね。ほほほほ、初手はじゃあハイブリさんか、普通に。そうで、で2球目も高田さんのボタンの右隣にオラフさん、俺の肉があって、あ、私が持ってくるからだね。そうそうそう、あ、そうです。僕が本当にギリ見えないぐらいの時間。あ、そうなんだ。ピング高え、マイクか。いや、キルペア正義なの分かってんだけど、なんか、うん、昨日人狼やって議論やりたくなっちゃってボタン押しちゃった。あ、そういうことか。このゲーム議論すればするほど負けますよ。ぐちゃぐちゃ。オラフじゃあミーティングで死んでたの？あ、ミーティングで死んでます。神キルや。神キル。うん。はい、あ、そうだ。じゃあ奥に俺が助かった発見できたのか。あ、ですね。ああ、なるほど。終わったって思いました。